豊橋技術科学大学は融合力強化を軸とした研究力強化を推進していきます。2016年4月には新しい価値を創造し地域社会の活性化に貢献する研究拠点として技術科学イノベーション研究機構を設置しました。今後既存のエレクトロニクス先端融合研究所と4つのリサーチセンターの研究活動に横串を通し戦略的に研究を推進していきます。エレクトロニクス先端融合研究所アイリスは世界を先導するエレクトロニクス基盤技術分野とその技術を応用して研究を展開するライフサイエンス、医療、農業、環境、情報通信、ロボティクスなどの先端的応用分野との新たな融合を目指す異分野融合研究のための国際研究拠点です。さらに大学としては世界でも類のない特色のある半導体集積回路の設計から製造、評価までを一貫して行うことのできる LSI 工場と連結することで世界最先端の研究を推進していきます。人間ロボット共生リサーチセンターはロボット分野での最先端の研究成果を活用し地域の医療機関や企業との連携を図りロボット技術の発展的実用化を目指しています。先端農業バイオリサーチセンターは地元の農家と共同で新しい作物を栽培することで本学の技術を地域に還元、次世代の農業に携わる人材を育てる講座の開講など農業を通じて地域の再生を目指しています。安全安心地域共創リサーチセンターは安全で安心して暮らせる地域社会づくりの拠点、自然災害だけでなく環境や生活に関係する幅広いリスクを低減する研究・技術開発を行っています。未来ビークルシティリサーチセンターは自動車関連の次世代技術の研究を進めています。電気自動車に電力を供給するシステムのほか事故を未然に防ぐ技術や地域経済への影響など幅広いテーマに取り組んでいます。創発型システム研究の推進、社会システム研究の推進、先端融合研究の推進を目標とした3つの戦略研究部門を設置し、学内からの公募によって審査を経て採択されたイノベーション共同研究プロジェクトを実施していきます。技術科学イノベーション研究機構において推進される産学共同の研究プロジェクト活動が本学と産業界との連携を一層強固なものとし、さらなる人材交流、技術交流へと発展することを願っています。